の準備をお願いいたします。乗船の際は係員の指示に従って長崎より船で渡って今着きました。ここは熊本県玉名郡長洲町です。長洲町かな。この長洲は金魚や鯉の養殖が大変盛んな町。やってる人んちの金魚ですけど、まあ、外から見えるものに関してはね、こういう風に多少は取らせてもらうことについて問題ないので、こんぐらいだったら大丈夫でしょう。プレートが浮かんでるんですけど、オスって書いてある。オスとメスを分けて混ざらないようにするんですね。下手な交配を防ぐためでしょうか。すごいなこの養魚場は。結構建物も古く、生けすもたくさんあって、歴史があるのがよくわかります。一方で、こういうふうに養殖をやめてしまったお家もかなり多いようです。なんか地図にね、こういう生けすが Google マップでちゃんと表示されてるんで、どこに生けすがあるかわかるようになってるんですよね。どう思います？最近のこの状況について。港から駅までは歩いて30分弱の距離でした。到着しました。ここが鹿児島本線田原坂駅です。今ですね、積乱雲がやってきまして、雷もまた鳴り出しました。あの辺からこう煙みたいなものがもくもくと来てますが、まあこれは雲ですね。ホームの上カメラでは分かりにくいんですけどね、この辺ちょっともくもくしたものがうごめいてるの分からないかな。この手の雨は少し待てば止むと思います。まあ、今から晴れるよというやつですね。ちょっと待ってみましょう。今見えてた煙ですけど、これあれですね、雲が来てるんじゃなくて、暑くなってたホームが一気に雨で冷やされて、それで煙になってたみたいですね。はい、すっかり晴れました。じゃあ出発。書いてございますが、壮絶日本最大最後の内戦の地田原坂。日本で最後に内戦が行われたのは明治10年西南戦争です。もともと武士というのはめちゃくちゃ恵まれた階級でして、とりあえずいるだけで給料がもらえたんです。ただ明治時代になってそれは士族に改めた後も続いたんですが、明治政府お金がなかったので、そんなこと続けてられるかということで、それを廃止するということになりました。そしてみんなの不満が高まりました。さらに、刀を持っていると反乱を起こしたりとかして危ないということで、不満を持っているその士族たちの持っている刀も、取り上げなければならない廃刀令というのを出しまして、さらに不満が高まり、もうそれでですね、武士の全ての特権がなくなりました。それで、あまりにも急だったので怒った武士たちが、薩摩藩、まあ、当時もう鹿児島県ですが、鹿児島県に帰っていた西郷隆盛を担ぎ出して、明治政府に対して反乱を起こしたのが西南戦争です。西南戦争で最も激しい戦いはこの田原坂で行われたわけで、有名な田原坂の戦いですが、しかしもともと鹿児島県が反乱を起こしたのに、なぜここで戦ったのかというと、まあ、話が長いんですよね。どこまで説明するかですが、反乱軍の最終目標は東京、横浜、それから京都、神戸などの大都市でした。でまず最初鹿児島を出発して、熊本城を落とそうとして攻撃をしていたわけですが、熊本城が思いのほか強く苦戦しました。その間に東京から明治政府の軍が送られてきました。京都とかだったのかな、いっぱい送られてきまして、そして、その明治政府軍が熊本城へ応援に向かいます。それを西郷軍たちは食い止める必要がありました。その食い止めの戦いの場所がこの田原坂です。田原坂はもともと加藤清正熊本城を築城した人ですが、その人が、ここを道を作れば熊本城何かあった時も守りやすいだろうということで、まあ、ご覧の通りですね、この主要地方道31号線というらしいんですが、この道は曲がりくねっていて見通しも悪いです。これはもともと熊本城を作る時に、もし熊本が攻められる際、そこへやってくる敵を、なかなか入れにくいように、もしくは守りやすいようにしようと、あえてこの道に築かれた道なのだそうです。なるほど、これは確かに見通し悪いの、なんの攻める方は戦いしづらそうですね。田原坂までは駅からだいたい2キロです。まあまあ離れてますね。ちょっとこれ間に合うか分かんなくなってきたな。で夕日の札中来ました。ここが田原坂公園、結構大きくて立派な公園で、売店なども備わっているということですが、今はやってないかな。
残念ながらここにある資料館はもう終わっているんですが、しかし資料館の外にも一つ見る価値のあるものがあります。ずっとここにあったわけではなくて、昭和63年に建て直したそういうものなんですが、昔の状態を写真を元に再現してあります。壁を見ると穴だらけ。これ全部西南戦争で使われた弾丸、それが両方、官軍と薩軍が撃ち合って、それに巻き込まれたこの建物が、大量の穴を受ける結果になったということです。相当数の弾丸が使われたということで、今でもそこら辺を掘り返せば普通に弾丸が出るそうです。熊軍の方は全般的に弾丸が不足していたようです。もともと明治政府が、鹿児島県にある、まあ、鹿児島県が用意したけれども、一応新政府の持ち物となっている弾丸を反乱を起こされたらたまらないと言って、こっそりと引き上げてしまったことが怒りの発端となって、この西南戦争の原因の一つになったそうなんですが、まあ、そういうわけですから、新型の、重要の弾がないので新型銃を使うことができず、新政府軍の、5分の1ぐらい効率が悪い銃を使って、しかも弾もないので落ちている弾を拾って、そして撃つというようなことまでやったそうです。この高いものは西南の駅戦没者慰霊の碑と書いてあります。慰霊碑ですが、見てみると、戦没者の名前をですね、すごいよく調べてこれずらーっと並べてあります。でこれを見るとわかるんですが、ここに官軍と書いてあるんですけども、官軍の、戦没者の名前がここに書いてあり、そして、鹿児島県薩摩軍、まあ、鹿児島県というか反乱士族の、また名前がここに書いてあるわけですが、まあ、数を見るとそれほど変わりはないわけです。薩摩軍ももともとは武士でしたので、まあ、結構強い、まあ、対して官軍の方は当時徴兵制が始まってましたので、元農民とか元町人とか、まあ、そういった人たちも、みんな寄せ集めでやるわけですけども、その寄せ集め軍とそれからもともと武士として力のあった軍とがぶつかり合いまして、結構ですね、お互いに勢力が拮抗したそうですが、ただ、明治政府の方が勝ってここを突破することができたけれども、その戦いには17日もかかり、そして、犠牲の数は同じぐらいだったということです。これは西南戦争全般を通して言えます。そして時間がなくて全てを見尽くすことができないのが残念ですが、この辺りが本当に戦っていた一の坂、二の坂、三の坂と呼ばれる田原坂、まさにその一帯です。現在は柑橘系、これはみかんかな、まだ収穫するって感じじゃないからね、黄色くなるタイプのものだと思いますけれど、そういったものの畑になっているみたい。今は左を果樹園にしましたから、その分景色も良くなってますが、もともとは鬱蒼とした道だったはずで、なるほど、こういうところで戦うのはちょっと怖いでしょうね。なんか開けたところの合戦だったらまだなんかうわーっといけますけどね、どっちかというとゲリラ戦みたいな感じの戦い方になるんじゃないですか。さて、そしたらですね、あと 2.5 キロを、16分で帰らなければいけません。16分は結構きついぞ。いけるかな。全力で走って帰ります。あ、ちなみにこれなんでこんなもの持ってるのかというと、今日の動画のアップロードがですねちょっとできなくて、でそれでデータを持ちながらネットを、携帯で接続して送ろうと、そういうことなんですけどね、失敗しました。いや、やっぱきついですけどね。でもこれ乗り逃すと熊本到着1時間遅くなんですよ。遅くなったら今日の動画まだ出せてないんで、その分再生が減っちゃうじゃないですか。そうすると明日の生活に影響をきたすんで、それを考えると休んでるわけにはいかないんですよね。頑張るぞ。ちなみに13分で到着いたしましたけど、これ早い方なんですかね、どうなんでしょうか。下り坂が多かったけど結構上りもいっぱいあった。平らな道よりはきつかった気がするな。ただ時間を確認してみると、携帯のあれが切れてたんで確認できなかったんですけど、あと10分後まで大丈夫だったみたいで、私10分ね早い時間で勘違いしてました。走ってみなかったし、だったらもうちょっとあそこで先の方まで見てもよかったけど、じゃあ暑いしこの無人駅誰もいないんで列車来るまで脱いでよ。いや、涼しいっていうのもなんかこう冷たいな、びちゃびちゃになっちゃって汗がもう重いです。本当に着きました。この駅は最近新しくなりまして、上木製ですんで木の香りがします。まあ、今だけの限定特典ですかね。熊本駅に到着したのは今から2時間ほど前です。そこのスターバックスで動画のアップロードなど急遽やらなければならないことを全て済ませました。そして今夜9時ですが、9時になっても熊本城にはまだ行くことができます。夜の11時までライトアップをしているそうです。駅構内のお弁当屋さんで
割引4割引きのお弁当とちくわを買いました。あちらが熊本市役所、市役所前で路面電車を降り目の前の熊本城に登りますが、見ていただいて分かるように今も2016年の地震の復旧途中、道半ばというわけで、通常の道からは登っていくことができません。まあ、入り口いっぱいあるんで裏口から登れるんですが大回りを強いられます。西南戦争が起こったのは明治10年のことで、もう当時は鉄道も電信も開通しています。まあ、鉄道はまだこの辺までは伸びてきませんが、電信は九州の方まではもう届いていたようです。だから薩摩で何かおかしいことがあったということがすぐに電信によって伝えられ、でそしてこの熊本城も攻撃の前に事前の準備をする時間があったようでした。この熊本城は本当に難攻不落の名にふさわしい鉄壁のお城です。でさっきご紹介した田原坂についてもこのお城を守る施設の一つということもできるでしょうし、でそれから他にもお城を守るさまざまな工夫が凝らされています。そして実際にそれは西南戦争で攻撃をされた時役に立ったのです。で、あらかじめこの熊本城を守るために薩摩軍が動き出したのを見るや、熊本の町にすべて火をつけ、こちらからの鉄砲攻撃がしやすいようにスペースを空けておいたそうです。その時のちょっとミスなのかわからないんですが、熊本城はですね、もうそれはそれは豪華絢爛といいますか、素晴らしい大きな大きな建物がずらずら並んで、日本のお城の中でもとても荘厳だったわけですけれど、そのお城もですね、どこからともなく火がついてしまい、そしてお城はすべて焼け落ちてしまったわけです。でお城は焼けてしまったんですけれども、しかし建物がなくなっただけで、こういう、石垣については残ってるんですが、これがかなりうまく作用しました。有名な武者返し、私も何度もご紹介をしております。これ下の方はなだらかになってるんですけども、上に上がっていくとだんだん勾配が急になり、上のあたりはもうほぼ垂直になっているという仕組みですから、登れそうに見えて全く登れないというわけです。攻撃をされていた当初、熊本城にいた兵の数はわずか3000人だったそうです。それに対して攻撃していた薩摩軍、西郷軍は1万3000人もいて、それが総攻撃を3日にわたって仕掛けていました。しかしそれでも鉄壁の熊本城は全く落ちないどころか城内に人を入れることさえ許さず、結局薩摩軍の方が疲弊してしまい、新政府軍を食い止めるために主力のほとんど1万人ほどが田原坂方面へ北上していったということです。しかしちょっとその話とは関係ありませんけど、今映ってるこれが熊本城の大天守だそうですけど、これすごいですよね。今ね、去年来た時もなんかこんな感じになってましたが、工事は相当大変なようですけれど、今ねこんな修理してまして、まるで天空の城ラピュタのようになっています。でもこっちはもう修理も完全に終わったみたいだな。綺麗に復活してますよ。この光景が見られるのは今だけだと去年来た時に旅行チャンネルでお伝えしましたが、今年もこのような光景を見ることができています。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですが、大体のお城はもちろん実践を前提に作っているものが多いわけですが、しかし本当に実践で使われているというものはありません。熊本城が作られたのは安土桃山時代の1600年のことだそうです。そしてそれから277年後かな、その時に西南戦争で本当に実践で使われたわけでして、この鉄壁の守りが初めて役に立ったのもその時です。そして270年も前に加藤清正というここを治めていた大名が作ったそのお城を守る仕組みが、実際にその当時もう新しくガトリング銃とかね、そういうのが使われるようになった時代でもちゃんと生きた、これはすごいことだと思います。またこれが熊本城周辺の地図です。ちなみに結構熊本駅はもう端の方にあるんですが、熊本城のこのまず北側京町という地区、なんかちょっとねこう区割りがおかしくなってる。これは、あえてこういうふうにめちゃくちゃに道を作ることによって方向感覚を惑わせるための罠として作られたものだそうです。これは多分燃やされなかったからそのままの区割りで残ってるんですかね。それからこちら側、これもまた5番の目のように見えて若干こう区割りがずれている道があります。これもまたわざとやったことだそうで、ちょっとずつちょっとずつずらすことによって熊本城をよく確認することができないように、やはり敵を惑わすようにとの工夫だそうです。
田原坂の戦いでは政府軍に大きな犠牲が出ました。さっきご覧に入れたように、薩摩軍と政府軍と大体半々同じぐらいの犠牲者の割合でした。あれなぜああなったかって理由の一つには、田原坂がやっぱりその薩摩軍にとって守りやすい地形であったからというわけです。まあ、本来であればね、熊本城を守るために田原坂に行ったわけではないんですが、熊本城に近づいてくる敵を、そこで食い止めなければならないということで、薩摩軍が田原坂を守りに行ったわけです。で、実際にそこではかなり守りやすかったということでした。一方でこちらの熊本城は、中で籠城している熊本鎮代軍の人たちは、かなり、守りやすかったということでして、つまり、西郷軍にとっても新政府軍にとっても、この熊本城一連の、まあ、この加藤清正が計画したわけですけども、防御計画は功を奏したというわけです。本当に達人だったんだなとよくわかります。ちなみに熊本城を落とすことができなかった薩摩軍が田原坂に行って、しかし田原坂が負けた後どうなったかというと、熊本城に新政府軍がどんどんやってきて、例えば、黒田清隆とか、乃木丸助とかそういった人たちが、ここに援軍としてやってきて、熊本城はもう完全に、西郷たちが攻める対象ではなくなってしまいます。そしてその後、薩摩軍はだんだん南下、逃げるようになり、最終的には鹿児島、さらに宮崎まで逃げようとしていたようですが、鹿児島で包囲をされ、ついには、そこで自殺ということになったわけでした。もともと西郷隆盛は明治政府の中で重要な役職参議だったと思います。参議という役職についていたんですが、しかしそこで韓国を征服しようという、議論が破れてしまったので、じゃあということで、もう自分は明治政府には残らない、下野するということになり、鹿児島で士族をまとめる立場になったわけですが、それはもともとなぜやったか、なぜそういうことを考えたかというと、韓国を征服する必要があるからというよりも、武士に対してまだまだ仕事を与え続けなければならない、いきなり、武士たちを、そのまんま、じゃああなたたちに給料払いませんよなんてやったらば、みんなの不満が高まる、だからそういうことをしようという考えだったようです。まあ、結果的にはね、韓国は征服するのかどうかって問題がまた別に生まれますけれども、まあ、少なくとも、それをやっていた方が、西南戦争をやるよりは安上がりだったんじゃないのかなというような気はします。というのは西南戦争というのはそれでですね、明治政府の1年分の予算ぐらいはもう丸々使ってしまって、そしてそれで一つ反乱を鎮圧しただけ、得るものは何もありませんから。まずじゃあ、あんまり私の顔だけ見てね、喋っててもあれだと思うんで、スーパーで買ったものを紹介します。ここで食べて帰ろうと思います。4割引き、カレーコーン、ちくわサラダ。これ、なんなのかよくわかんないですけどね。皆さんも見てなんだかわかんないと思うんですが、私もわかりません。ただ、鹿児島、熊本の少々南には、日名湯温泉というところがあって、そこのちくわは有名だそうです。まあ、熊本全体で有名なのかな。それから、30品目、バランス弁当。650円の4割引きですから390円ですね、ぴったり。あれ、あ、お箸入ってた、よかったよかった。バランスとかと聞くとね、魅力的ですよ。今の私は食生活のバランスめちゃくちゃですから。今日の昼、脂質と、タンパク質いっぱい取ったんでね、これで、まあ、多少のミネラル、ビタミンなども取れればと思いますが、まあ、ただ30品目って言ってもごまとかなんかふりかけとかそういうのをあれに品目に加えてるからな。うん、言うほど多くはないですが、スズムシの声を聞きながら熊本城を独り占めして買ってきたお弁当をいただきました。まあ質の低くはないお弁当です。4割引きで390円ですからね。いや、なんとも贅沢な時間でした。今の時間何時かな、まあ、10時20分だ。結構遅いな。私たちが今立ち入ることのできる熊本城は全体のごく一部にすぎません。西郷隆盛も、最後負けて熊本を去る時にこう言ったそうです。本当に言ったのかってのはあるんですが、説としてね、私は新政府軍に負けたんじゃありません、ただ加藤清正さんに負けたんです、そう言って、熊本から落ち延びていったそうです。つまり結果として西郷軍は本当は東京とか京都とかそういうところまで進軍するつもりはあったんだけれども、行けたのは、まあ、せいぜい熊本、田原坂その辺までだったってことですね。当時はもっと強くやるぞというふうに、考えていたようですが、しかし、農民出身のですね、寄せ集めの軍隊とされる新政府軍も、ちゃんとした銃を持たせれば、意外と戦えるということが明らかになったのも西南戦争がきっかけでした。それから徴兵制というものが一般的になって、まあ、どんな人でもですね、まあ、召集令状が来れば、戦争に行くとか、まあ、そういうような時代になったわけですけども、まあ、今はとりあえず徴兵制はね、戦争が終わったからはやってませんね。
ただ西南戦争の時には、軍だけではなく警察も一緒になって、西郷軍と戦ったそうです。それは軍の力が足りなかったから警察の力も借りてきたということらしいんですが、やっぱり警察っていうのはもともと何のためにあるかというと、国内のそういう、まあ、騒乱とまではいかなくても何かことが起こった時に対応すると、まあ、そういう役割がありますので、やっぱりおまわりさんってね、なんかあんまりおまわりさんを廃止しようという議論にはならないわけですけども、悪い人と戦わなければいけない、危険なところに身を置いて命を懸けなければならないという点では、軍人さんと同じだと思いますんでね、おまわりさんって本当に尊敬するべき仕事だと心から思います。おまわりさんも軍人さんも誰かのために身を挺して命を懸けて戦わなければならないという点で同じなわけです。まあ、消防士さんとかもそうですよね。で、私は申し訳ないんだけど、そんな仕事は絶対にやりたくありませんので、まあ、やるつもりは全くないわけですが、それは、まあ、大体の人がそうだと思うんですよね。今の日本で自衛隊員さんもおまわりさんも消防士さんも、まあ、みんなですね、そういう人がいるからいいんですけども、結局みんながみんなやりたくないやらないぞというんであれば、結局それは一般から全員に義務付けるしかなくなってしまって、まあ、だからこそ徴兵とかそういうのをやるのかなというふうにもなんとなく思います。なんか別になんかこの動画はね、徴兵制について賛成するとか、なんかそういうなんか私の個人的な意見を反映しているつもりはないんですけど、あ、それで徴兵ってあったのかなというふうになんとなく今回熊本城など見てみて思いました。まあでも街でよく見かけるポスターといえば、警察官募集、自衛官募集、そして刑務官募集という、なかなか過酷そうな仕事の募集ポスターです。今回の日本一周シリーズではね、動画が長くなったりとか、まあ、逆に短かったりした時に、大体の場合後半ぐらいに私の個人的な、まあ、旅行とは直接は関係ないんじゃないのみたいな話をすることもありますけど、まあ、全く関係のない話はしませんけどね、主題と。そういうのも私も一応考えがあってやっておりまして、動画の終盤の方になると、もともとどんな動画であっても見る人というのはかなり減ってくるんですけども、最後の方までそれでも残ってくれた人だったらば、まあきっとこういう話も興味を持ってお聞きになるだろうと思い、私も作っております。だからもしそんな話重要ないよと思ったら言ってくれればですね、今後はしないようにすることも可能ですし、今後の日本一周シリーズ以外の単発の動画でも基本的にそういう話はしないつもりです。私が昔泊まったネットカフェですけど、久しぶりに来たんですが、なんかちょっとやり方が変わったな。ここも防音個室が最近はできたんですね。それからシャワー無料に変わってコインランドリーもできました。見ると料金はやっぱり高くなってるな。前よりもね、ナイトパックなくなってるしね、2100円×0.8、 学割の2割引きがつくけど、やっぱり1泊で2000円ぐらいはするか。でも今日はまあそれでも赤字には全然なりませんし、シャワーが無料というのがついてるんで、まあどっこいどっこいかなと思います。今の時間からですと明日の8時前までは使える計算です。もしくは明日、私もしかしたら6時前に出発しようかなと思ってもいるんですが、その場合だと、4時45分までに出れば、6時間料金になるのかな。じゃあ今日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。